明治7年の今日、生態の役が始まりました。この生態の役っていうのは、琉球の宮古島の漁民が台湾に漂着して、牡丹社の正番に殺されちまったことから、これはけしからんというので、明治政府は台湾に出兵。さて、総指揮官は西郷嗣道中将。これは牡丹社の人たちで正番と言いましたけど、正官そのもの、随分抵抗したんだそうですが、数においても武器においても勝る日本軍についに負けてしまいました。しかしこうなると当然清国から抗議が出る。そこで大久保利通が全権大使となって清国をうまく丸め込んじまったということです。ところで日本の兵隊さんは正番の女の子に美しい日本の着物を着せては故郷を持っていたそうですが、この生態の役は明治政府が初めて行った外国との戦争だったんです。